生まれながらに意味を理解している言葉とは。人間は言葉でコミュニケーションをとりますが、インコやオウムのコミュニケーションは鳴き声ですよね。その鳴き声、実はある一言、いや人鳴きが生まれる前から知っている言葉として、その DNA に深く刻み込まれて、この世に生を受けているんですよ。こんにちは、きなこのお父さんです。生まれながらにしてすでに理解している言葉、その鳴き声、インコやオウムの鳴き声には非常に多くのメッセージが込められています。それがね、言葉になってプラスアルファ仕草と組み合わせていて、仲間に言葉として伝えています。こんなことができる動物っていうのは他にいるかとかね、もう本当特定の動物しかいないんですよね。インコやオウムの鳴き声は主に地鳴きとさえずりの2種類になります。例えば、警戒しろ、敵が来たぞ、痛い、お前が嫌いだとかね、餌を見つけたぞ、そこどけこれ、幾通りものバリエーションがあります。そしてインコやオウム以外でも、文鳥とかね、金華鳥、カナリアとかね、この辺のスズメ目に属する鳥類っていうのもね、この特殊な能力を持っているんです。まあ、とは言ってもこれね、意外と知られてないんですが、現在世界中に生息する鳥類っていうのはね、確か1万羽ぐらいだったと思うんですけども、そのうちスズメ目っていうのはね、6000羽以上いるんですよ。ということは、ほとんどの鳥さんが地鳴きの組み合わせで言葉としてコミュニケーション、仲間に伝えてるってことになるんです。鳥さんってすごいですよね。この地声とさえずり、さえずりは学習することで覚える鳴き方になります。でもね、生後ある一定期間だけ、ここの期間だけとても学習能力が高い時期ってあるんですよ。まあ、だから言葉をね、インコに覚えさせる場合は、ヒナあるいは中ヒナの若鳥のうちにね、教えるべきっていう論理にたどり着くわけなんですけども、一方地鳴きの方は生まれながらにして理解している鳴き声なんですよ。これ一切お勉強しなくても生まれてすぐに使える言葉なんです。さえずりはね、気持ちよさそうに歌を歌っている、ね、美しい鳴き声ですよね。あなたの愛鳥がね、ひなちゃんだった頃をね、少しだけ今思い出してみてください。ひなの頃にさえずりはしていましたか？していませんでしたよね。ひなのにね、美しい声でピヨピヨって今ね、お父さんの自宅の外でね、野鳥が鳴いてますけど、こんな美しい声でさえずりをするっていうことはね、聞いたことがないですね。一方地鳴きの方ね、ビビビとかジジジとかありますよね。ひなでも痛ければ思わずビビビビビって叫んだりね、ジジジジって怒ったりするんですよ。ね、相手がひなだからっつって、こんな声出すんだなんて思ったりしたことありませんか？なんかちょっと記憶よみがえりますよね。これこそが生まれながらに意味を理解している証拠なんです。赤ちゃんなのに意味を理解してそれを使い分けて泣いているんですよ。すごいでしょ、ね、ちなみにひなのジャージャー泣きは地鳴きの一種です。お腹すいたよってね、口開けてピーチクパーチク、ジェ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 ってね、これ卵の時からすでに理解している言葉なんです。以上、インコが生まれながらに意味を理解している言葉とはをお送りしました。誰に教わらなくても意味を理解して生まれてくる、野生を生き抜き群れを守る、子孫を繁栄させる、これがどれほど大変なことなのか、地鳴きを生まれながらに記憶させているということからよく理解できると思います。聞けた、逃げろ、敵が来たぞ、ね、そういうことなんです。あなたの愛鳥はどんな地鳴きをしますか？